はい、ということで2019年12月21日本日はドラゴクエウォークのエビプリを50体討伐してきたので、その結果をご報告いたしますということなんですけど、結論から言うと、ちょっと待ってくださいね。まずは50体討伐したのが、まあまあなかなかあれだな、討伐に関してはあれだけど探すのがめんどくさいですよね。そこらに関しても後の方でシェアしていきたいと思うんですけど、とりあえずこんな感じで50匹倒しましたということで、結論からいきますよ。そんなもん結論から言った方が早いのですよということで、それでどれで見た方がいい、これで見た方がいいか。 S が2体、 A が4体、 B が3体、 D、 これ全部合成し終わったわけです。っていうのは S は両方一発もで、それ以外の合成で S が作れてないってことですよ。だからなかなかあれだな、合成だけでいうと結構辛いってことですよね。だけどこれ4体集める必要があるのかどうのか、なんでとりあえずはまああと1体作って私的には終了しようかなと思ったんですが、26日ですもんね。そんでお前はそんな暇人なくせにどうやってやっとんやってことなんですけど、結論から言うとやっぱドラクエウォークのために結構時間は割いてます。エビプリを倒すために、まあ、普段やってる英語アプリとかその他の関連の時間を結構削ってやってます。でないとやっぱあれだな、これ何、例えば定時で働いとる人、8時から5時とか、学校なんかでもね8時から5時に行っとるとかっていう人はこれきついぞ。やっぱり時間を割けるところじゃないと。そんでデッキ的にはちょっと待ってくださいね、この本気メガモンってやつでやって、一応私全部あれなんですよ、あのレベル的には、あ、1人あれか、さっきのレベル上げのやつ以外は全部レベル50以上なんですよ。そんでこんなデッキでやったんですよ。これでオートで倒せるんですよ。装備あれですよ、だって武器いったってグレートアックスでしょ、あのこの前のコドラビップでしょ、それから今回の勇者の剣でしょ、でこれなんかタクト、タクトだけはあれだね、これでも一応オートで倒せるんですよ。助っ人はライアンにして、その代わりあれですよ、僧侶のあれがモリモリセットですよ。これで回復が140ぐらいある。これでオートで一応ピサロつけてもいけるけど、あの事故死を防ぎたいんで、あいつライアンを入れとる。で、最悪オートでやって、こいつ僧侶が眠らされた時のために、なんとあれ、なんとかの花。あれだけ使う。それだけ見とるぐらいですかね。それだけ見とるので、なんとかあれかな、それでオートでいけるぐらいですかね。それで普段やっとるようなところを、メガモンの出現場所とかどんな感じにやっとるのかと紹介しますということで、とりあえず画面を変えていきますということで、チーン。はい、ということでこんな感じで画面で変えてきまして、一応 iPad の方でドラクエウォークの音楽だけ流しとるけど、どうですよ、著作権の関係でスクロールはさすがにできんのですけど、メガモンで私愛知県なんで、特に西終わりの方でどこら辺で出るのかって調べてググった時にこんな感じのページが出てきて、でどこら辺に固まっとるのが出るのかって調べたんですよ。で結論から言うと、まあ皆さんおなじみのミンドラでこんな感じのところを調べまして、それで西終わりの方で一番美味しいなっていうのがここなんですよ。イオンの塊です。ここが4件出るんですよ。一応4件だったな。ここが、あ、じゃあ4件じゃないか、5件だったかな。一応これミンドラで調べると、こうやって何スクロールしていくとだんだん拡大になるんですよ。でこれをもうちょい縮小していくとこんな感じで、今まで投稿したメガモンで撮るとかあるんですよ。でこれを私自分の行動範囲内西終わりで片っ端から調べていったんですよ。いやどこに出るかって、このマークが出とるとこメガモンで撮るとこなんですよ。だから1回は投稿したとこあるもんで、これが塊になっとるとこ行けばよくあるんじゃねえかというとこで行ったんですけど、ここが結論一番美味しかった。ここがイオンモールの中で、ここら辺確かね、本日私ここの中で3体だったかな、ピサロとエビプリといまして、でここがね山田電機、ここがねネクスコっていう車屋だったかな確か。なんでここをぐるぐる回っとると、1時間も経たんうちに30分ぐらいとかで4体ぐらい行けるんですよ。っていうのが私田舎ばっかでやっとるもんで、あれ何、一人ソロ討伐来ても誰も来ん時が多いんですよ、自分の近くの方。あ、それ後で紹介します。だけどここイオンモールだもんで、要はねみんな来る人が多いもんで、じゃ強い人ばっかだもんですぐ人集まるし、5分もかからんうちに倒せちゃうんですよ。で1体倒しました、次また1体行きます、次また行きます、あ、山田電機道路の向こう側です、行きます、ネクスコその隣車屋さんです、あ、道路渡って行きますって感じ行くと、すぐ30分ぐらいで
仕事でパパーンって倒せるんですよ。だからこれ自分のあデッキって言うとあれだな、英語物語じゃないな、パーティーとかが充実しない人でも、あの小判ザメではないけど、要はね、火事場泥棒とかそういう口の悪い方ですけど、しちゃうけど要はデッキが整ってなくても倒せます、なんとか。なんで時間効率がめっちゃいい。でこれやりながら、要は私だとこれ iPad でやったんですけど、 iPhone で英語の物語やりながらとか、例えば MacBook パソコン持っててニュース見たりとか、そういうことやれますよ。なんでこれ例えばここ倒しますがね、ここに例えばエビプリで取るとしますがね、そこでエビプリ参戦しますが、参戦するともう移動してって次のあたり行くんですよ。次のあたり移動ってすぐですよ、早いですよ。これコツはね、一番屋上まで行っていくとね、駐車場だって ここら辺ぐらいまで行けるんですよ。こっちのエリアは屋上の駐車場で、でここら辺を借り終わったらこうやって出まして、で今度こっちのエリア行って、またその屋上行って、これをまた買っていくっていうの、そんな感じでやってます。そうするとオートにしてって、ずっと iPad かけっぱなしですがね、オートのまま。それで例えば僧侶が眠らされた時だけ、なんだあれ、癒しの花だった、あれ名前出てこんな、お前いつも名前覚えんな、何にも名前覚えんな、英語の問題も覚えんし、まあ、ひでえやつになる、目覚めの花、これだけ使っていけばオートで私のでも倒せるんですよ。ただソロで本当に一人でやると10分弱ぐらいかかるかな、武器もないもんでめっちゃ時間かかる。安定はしてますよ、ライアン入れとるもんで。ピサル入れた方が早いけど、あの自己死を防ぎたいもんで、いや要はオートでやりたいんですよ。ちゃんと見とって何バイスとかかけたりとか、そういうことやってないんで、ルカに入れたりとか、ずっとオートなんですよ。でさらにここね、美味しいのがね、回復の壺がいっぱいあるもんでね、あの倒した後にすぐ連戦できるんですよ。例えばここで倒したとしますがね、次ここら辺におるんですよ。だけどここら辺に壺があるんですよ。だからこれめっちゃ美味しい。ここはあの車持っとる人だな、これ交通機関きついんじゃないかな、ちょっと歩いていくと。ただこれ行く価値はありますよ。こんな感じなんですけど、エリア的には名古屋から見ると、名古屋駅どこら辺、名古屋駅ここら辺ぐらいじゃないか、あれ違うな、元中あるから、あれ名古屋駅ここら辺ぐらいじゃないか。なんで行く価値はある。ここはあれどこだった、あれどこだった、ずれちゃったな、どこだった、どこだった、ここめっちゃおすすめ。ほんでそれ終わったら、ここのヤマダ電機とネクスコの車屋のとこともあるもんで、ずーっと周回してますよ。それ終わったら、やることなくなったら、どっか何中で休憩したりとか、私の前だと何 iPad と iPhone で英語物語とか、他のね英語アプリの問題解いたり、さっきも言ったようにね、パソコンでニュース見たりしながら他のことできるんですよ。ただし暇人限定ですわね。仕事に追われてる人は難しいですけど、おすすめですね。ここが多分私の回った範囲で一番おすすめだったということで、はいと次、ここが公園なんですよ。まあ、ここまでで取る、住所で取るで分かるか、そこまで言わん方がいいんか、言った方がいいんか、まあ一応伏せときますわ。個別あれだったら別に、というかこんだけ住所見りゃググりゃ分かりますよね、こんなもん。これが天皇川公園ってとこなんですよ。言っとるかよ、お前全部名前言っとるかぜ。これ1個しかないんですけど、3箇所あるんですよ。ここと、こことここか。ここはあのファミマのとこからね、あの電波っていうかあれが届くんですよ。だからメガモンのとこまで行かんでも、ここからメガモンの何戦うにアクセスできるんですよ。ここだけはなんか真ん中の島みたいなのこの周りかな、ちょっと歩いていかなあかんですね、中入って。駐車場じゃないけど、そんなに距離はない。でここは一応道路沿いとかで、ちょ駐車場あるんですよ、なんとか行ける。でこの全体の距離がね、 2キロぐらいじゃないかな、多分ぐるーっと。それでここで3体、メガモントークは1体だけなんですけど、ここ3体おるんですよ。なんでここ3体行けて、まあまあ距離も短いし、でめちゃめちゃ道コントロールとかじゃないんで、私田舎っぺだもんで、あの都会とか嫌だもんで、あの ね2車線とか3車線怖いもんで、あの運転下手くそだで。なんで結構おいしい。ただこれ自転車じゃきついな、車とか限定だな。でここさらに、あのここ3体だけじゃなくて、もうちょい拡大しますね、もうちょいか。ここら辺にね、ちょっと待ってください、ここら辺にねカーマがあるんですよ。
でそこでもさらに拾えるんですよ。でそれからここら辺にね吉津屋があるんですよ。でここもそんな距離がないんですよ。だからうまくいくとここで 1,2,3 吉津屋で1体カーマで1体だから5体おるんですよ。でまあまあ人は集まる、一人で参戦っていう天皇川公園に関してはない。カーマはちょっとあれだね、あの店内入ってかな難しいもんね、駐車場とか外じゃアクセスできんもんで、ここはちょっとあれかな、ここは吉津屋だけどそんなにアクセスが少ない、吉津屋だけど1体しかいないっていう微妙だけど、距離感考えると5体おるんでまあ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 じゃないかなというとこで、それということで、はいと次、これが私がもう別に言ってもいいもんな、あの祖母が介護施設におるんですけど、そこから近いんですよ、これが距離が、いやすぐなんです。だからここ知ったんですよ。いや介護施設行くのってあれですよ、あのお見舞いとか何顔出しに行っとるのもあるけど、実はドラクエウォークであれですよ、あの何メガモン倒したりこういう何確定とか広角拾いに行っとるんですよ。というのがここが何だろうこれ、ここが野球場じゃないか、遊ぶとこじゃないんかな、こっちが野球場だ、ここ何なんだろう、ちょっとはっきり分からんです。メガモン目的で行ってないしか分からん。でも音やらいとか自販機とかありますし、広いし車も止めれる、アクセスはあの交通機関ではあの不便、あの車とかじゃないとね。でここで2体行けるんですよ。でさらにここで吉津屋、ここもなぜか吉津屋なのか1体しかないです。あ吉津屋ってあれですよ、あのショッピングモール、あの西終わり版、これ世界的にどうなんだろう、吉津屋って全国共通じゃないですよね。私の愛知西終わりの方では吉津屋はまあまあまあ多分知っとる人は多いと思うんですけど、でここで3体行けるんですよ。まあまああれですことね。でさっきの公園の方からどんなもんだろう、5分じゃあれかな、10分ぐらいで行けるとこなんですよ。だからさっきの公園のところで3軒とか5軒拾ったで、さらにこっちへ南下してくるとここら辺また吉津屋含めて3軒ぐらいあるんですよ。で祖母の施設もあるもんでね、あの行くのにかっこつけてね、こうあいつちゃんと真面目になんかあれだな、毎日顔出しとんなって思うな、ね、さておき実はメガモン倒しに行っとるって。今なんかあれですよ、行く時に例えばここにねエビプリがおるとしますが、エビプリここでシュッと対戦してきますが、そんでここで何入れたまんま行くと今3キロぐらいメガモン倒せますがね、そうすると何施設行っても別にメガモンオートのままやれるんですよ。あの目覚めの花だけソウルだけ倒れてないのを確認しながら、そうすればなんとかいけるんですよ。だから結構ねあの意外に行ってみて知ったんですけど悪くはない。でここの周り地味にねキラーマシンとかたまに何確定じゃないけどあれのおる時はあるんですよ。 地味なエリアだね、あの多分田舎でマイナーすぎるけど、ただここはあのマイナーすぎるもんでソロ討伐限定ですよ。ソロでやれる人じゃないときつい、まず集まらん、集まってこんなかなか。ここは祝日とかだとあれですけど、平日とかはあれだな、私が行く時間があれだな、平日のそんな朝とか昼間だもんだな、ドラ暇人だよお前やということで、まあ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 ということで、はいじゃあ次、これがねどこだったかな、ああそうだ、さっきの施設の方からもっと東の方へ来るんですよ。拡大していくか、拡大していくとこれがさっきの言っとったところ、これを言いますがね、ここら辺が吉津屋ぐらいか、これがその野球場とかあるところ、そんでここら辺距離にしてね時間5分ぐらいかな、これ2軒しか乗ってないんですけど3軒あるんですよ。ここがなんかね市民会館じゃないけどなんかでっかい施設ですね、ちょっと何かわからん、いやメガモンしか行ってないでわからん。ここはねスタバって書いてないんですけど、ここら辺に焼肉屋があるんですよ。ここ3軒あるんですよ。でここがね平日でもね夜どうだろう8時半ぐらいまでとかね、あのメガモン出るで、こうやってね確定とか地味にいますがね、こうやって、まあ、意外にいいエリアだから、さっきのね施設へ行くふりをしてかっこつけてメガモン倒しつつ、さらにこうやってね南下しつつ、南下じゃねえや東の方か来ながらこうやってまたメガモンを拾えるという、あの道なり的にいいですね。ただこちらも当然車限定、あの交通機関、あでも違うな、ここのスタバ高校生とか自転車で来とるから近くの高校かな。ここはまだちょっとあれかな、倒すアクセスソロじゃない可能性はあるけど、焼肉屋とかここら辺はソロの可能性高い、あ違う私あれだ、夜行かんでだ、昼間多いでだ、暇人だね定時で働いてないからだ、あの夜はいかんで分からん、逆に
この時間以降なんかまずいかんな。この時間以降は自分の何家の付近しか行かない。近いところ、あの1キロで行けるか行けんかぐらいのところ、ここまで多分足を伸ばさんでわからんのですけど。ただこれ何ミンドラの投稿を見とると夜遅くまでやっとるもんで、8時半ぐらいとか投稿でとるもんで、車があって仕事帰りとかここら辺の道通る人、ここ大通りなんですよ、2車線で。いやうちらの方2車線でも大通りだから、まあ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 いいんじゃないですかね。あの広いし、こまごましてない。ショッピングモールをなんかごちゃごちゃ移動するよりはここら辺の距離 500m ぐらいかな、1キロもないですよ、を車で走った方が意外に早い。実はあの遠そうに見えるけど、距離だけで見るとショッピングモールとかの方が広いということで、次これどこだったかな、中村のね、これそうだ、中村公園と、これが日赤だったかな、でこれがね稲葉寺の公園かどっかだったかな、大学があるとこですかね。あの固まったんですよこうやって。ただこれ弱点なのが、交通機関とかで行けるんだけど、車とかで行くと降りてちょっと歩かなかんとことかある。この要は道路沿いとかからと届かんっていうの、中まで入ってかなかんとかあるで微妙かなっていうところ。私がここら辺に住んどったら絶対使うけど、こういうところね、近くに住んどる人はいいんじゃないかな。見とっても結構ここに1体出たら次にまた30分後ぐらいに1体出たりとか、そしたら今度こっち側にとか出るもんで、意外にいい。ただ私都会の道得意じゃないもんで、これどうだろう、車より自転車とかいうのがいいんじゃないかな。逆になんか徒歩、そうだな、一応地下鉄とかあるで別にあれか、うん、1個はあと大学があるもんで、そこの中が入れないとか入りにくいというか、だから道路沿いからギリギリ届くところからやるとか、それぐらいですかね。微妙にこういうとこ好きじゃないな私、車で行っても中まで何歩いてかなかんとかめんどくさいもんで、だったらさっきのね焼肉屋みたいに車で 500m ぐらいの距離を走った方が意外に時間効率的に早いっていうのもある。まあでも頭数が出て固まっとるもんで悪くはないというところで、はい。と次これもね、そういうさっきの野球場の公園じゃないんですけどね、子供広場とか遊ぶような公園なんですよ。ただここ敷地が広いもんでな、一応は3体おるんですけど、あ難しいとこだな。広いは広いでまあ使いやすいんですけど微妙だね。私の家が近かったらここ使う、遠いもんでそんなに使わん。どっか行って道があるんだったら出とったら寄るけど、あの任意的に行くってことはないけど、まあ、多分こういうエリアを狙った方がいい。でないと50体とか行くのきつい。1体ずつあっち行ったりこっち行ったら、例えばこうやって1体ありますが、こういうのを1体やって、例えばここら辺に1体あったら1体とか行くのは結構かかる。1日2体とかだってやっても10日やっても20体ですかね。だったらああいうショッピングモール行って4体5体固まっとるところを3時間ぐらいやれば、 5×3 時間でまあ机上の数値として最高計で15ぐらい行きますかね。それをやった方が時間効率が早い実は、うん。だからこういう固まったところを狙った方がいいかなというところで、まあ、無理にはいかんけど、なんか用事があったら行くっていうぐらいですかね。はい、で次。ここがね、逆に美味しくないっていう、あ、ここはあれだ。違う。ここはまあまあ美味しいとこなんだ。というのが、ごめんなさいね。美味しくないとか、次だったな。割と田舎の方なんですよ、これ。港の方の工業地帯っていうんですかね。ここにもう近所ふとって出とってわかると思うんですけど。これ1、2、3、4しか出てないけど、確か5か6おるはず。ここがね、もうちょい2、3体おるんですよ。で、距離がね、こうやって見ると広そうに見えますがね、いや、近いんですよ。ただやっぱ車ないときついんですよ。あと、やっぱ田舎なんで、ソロが結構多い。ここが公園だったかな。ここだけちょっと中歩いてかなかんのと、あとここはね、確かね、稲荷のスポーツセンターかなんかじゃなかったかな。一応30分無料なんで、駐車券、もらっていけば、30分以内に出てこればお金はかからんのですよ。ただここら辺に1体おるんですけど、こいつがね、一番奥がね、どうやって行けばいいかわからんのですよ。っていうかここら辺行こうとすると、そこのなんかドアかなんか抜けてこうとすると、そっから先なんかスマホかなんか携帯電話持ち込みお断りとか書いてあるもんで、じゃあもう無理していく必要ねえわということで、ここは私却下しとる。ここね、結構ホークとかキラーマシンとかレア系のモンスターの何確定があるんですよ。だからたまに行くんですよ。でもその駐車券拾ってわざわざ駐車場入ってくる、それがめんどくさいだから、
30分以内ならかからんで、そういう確定拾うだけとかメガモン一体倒すだけの人にはそんなには苦にならんのですけど、別に交通量がすごいわけじゃないですね。ただ意外にそういう施設の割にはそんなに応援がおるっていうわけではない、うん、だけどここら辺地味に多いですよ。5体ぐらいはある。ここには4体しか出てないですけど、もっと多い頭数は。これプラス2か3ぐらいある。時間帯にもよりますけど、特に今だと本日21日ですがね、この前からあのキャンペーン始まって、あのメガモンの復活時間が短くなったから回復も早いですよ。でここら辺そういう施設だもんね。別に休憩じゃないけど、なんか遊んだりとかなんかね、時間潰してないけど、そういうことしてまたっていうのもできるから、ショッピングモール的な使い方はできる。ただ私的にはショッピングモールみたいにもうちょい固まっとった方がいいかなって、この距離感で。ここ私行ったことあるもんで、知っとるもんで走れるんだけど、これ初めて来るとあれだろうな、覚えるのはちょっと迷うでしょうね。近かったら来るって、近かったら使いたい、遠いもんで、ね、手が遠のくっていうところ、あ、なかなかそこまでってことないですよね。用事とかがない限りは、お前は用事なくてもあれだろう、か心確定に三重県まで行くようなやつだぞお前はっていうところで、まあ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 っていうところで、はい、ということで、それで次が最後でオーラス、違うね、最後でオーラスじゃないね、最後でオーラスがこっちなんですよ。あ、さっきの最後にオーラスするわ。これがね、意外に美味しくないっていうのを、っていうのが近所ふと、さっきの稲荷の方のところからスポーツセンターから行くと、ポートメッセとかでありますがね、あのコンサートとかやるとこ、ここ4軒ぐらいあって、でこのサイトでも出とって、あの著作権的にスクロールらしいんですよ、これ以上は。で、美味しい、4軒あるな、あれこれだね、美味しいじゃんと思って行ったんですけど、あのこれ地図でこうやって見るより距離が広すぎる、離れすぎとる、たまらん、この車ないと絶対無理、あの交通機関で歩いていたらまず時間かかりする、ショッピングモールの方が絶対美味しい。ほんでこれが何、平日とかならいいんですけど、祝日とかなんかコンサートとかイベントあったり、ポートメッセとかとなんかいろいろやりますとか、展示とかじゃないけど、あんなあったらもう今度って駐車場止めれんのですよ。今日なんかそうだったもんね、行ってはまったもん、あれ止めれんもんね、もう一旦も倒さずに帰ってきたという非常に悲しい目に。なんで意外に美味しくない、私的には。だったらさっきのショッピングモール行った方がいいんじゃねえかっていう話で、距離がね、見た目以上に長い。これは行ってみんとわからんかったですね。近所ふとは行ったことあるで知っとんですけど、メガモン目当てで行くと、実はこの距離が長いと思った。時間効率が悪いという意味で。はい、ということで、それで最後は次はオーラス。なんかね、いつもの言い方しとんですけど。やっぱこういうあれですよね、ショッピングモール的な、ここ確かね、風呂屋とか、銭湯かなんかあったかな。あ、なんかアーバンなんとかだったかな。本日は一体もらんことで引っかからんかって、もうそのまま帰ってきたんですけど、やっぱこういうショッピングモール的な塊のとこ行った方がいいですわね。一体とかじゃなくて。それで、ミンドラの最初の方で戻しますけど、まあこんな感じで大体このエリアぐらいにしたんかな。名古屋駅行かんぐらい。いや、要は都会嫌だもんで、私、田舎っ子だもんで、嫌いだもんで、うん、こんなエリアぐらいですかね。だいたい半径ぐらいにして、半径15キロぐらい、もうちょいあるね。で、どこら辺でメガモンがおるかっていうのを、ここら辺がまああれか、そのさっきのなんだ、公園と野球場と、そんなあたりがまあまああれか。でもやっぱここら辺のショッピングモールが一番あれだね、行くだけだったら美味しいね。っていうか、あそこで動かずに何、3時間ぐらいして3周ぐらい、いや5体倒すの、そういう風にセットにした方がいい。で、逆にこっちの方田舎なんですけど、これダメだね、ないね。あってもなんか何、田舎の方のイオンに1軒ポツンとか、そんなんだもんで、あんまり美味しくない。例えばここで1軒あって1軒あって1軒あってって結果的に5体ぐらい倒したりしても、結構距離走る割に時間かかって意外に美味しくないっていう現象になるんですよ。なんで意外にあれだね、美味しくないね、美味しくないねというところで、最後はドラクエの方に戻しますので、はい、ということでチェンジ。はい、ということでそんな感じできまして、こんな風にだいたい周回しとったんですけど、どうでしょうか。最初はね、公園とかあの辺りにしとったんですけどね、やっぱり4体か5体ぐらいあるのが美味しいよね。 YouTube とかで検索しとると、何、東京方の公園とか、何5体とか7体とかめっちゃ美味しいとこばっかりの、羨ましいなと思って、そんで自分の周りでなんかないか調べた。いや別に7体とか10体多いってことで1時間ぐらいかけて走ってもいいんだけど、その時間効率が
自分の周りのところへ1体や2体を往復するより早いんだったら行くんだけど、そこら辺がどうかなっての検証したくて、塊のあるところ選んだんですよ。結論から言うと、やっぱ塊あった方がいいね。多少距離があっても、固まっとった方がやっぱ早いね。中村公園とかの方もありました。あの方でもやっぱ集中したら早いね。ただ私が都会の道とかああいうとこ嫌だとか、人混みが好きじゃないとか、引きこもりだもんね。コミュ障なもんで目合わせたくないとか、人で会いたくないとか、そういう人だもんで避けるぐらいで。それ言い出したら名古屋駅の方のね、あの境の方とかあっちの方行った方が早いですよ。あの固まっとるのに。ただね、人混みとかああいうのも嫌だもんね。まあ、そこら辺の問題だけですよね。あとお前はそんなにジェムを課金しとるんかっていう話なんですけど、最後にこれ全く課金しないんですよ。これ一応今12,700ありますがね、今回で50体倒したから500は使ってます。500じゃないか、5000使ってますよね。そうだな、50×100 だもんな、ね、うん、だからそんなぐらいは使ってるんですけど、これ最初からやり始めたもらったジェムだけで十分足りるんですよ。福引きのガチャはその代わりそんな私聞いてないですかね。1回動画上げた時に2、3回引いたか、それぐらいで多分使ってないと思うんですよ。あれ戻っちゃった、戻っちゃった。デッキにしといた方がいいもんね。デッキにしといた方がいいもんね。うん、こんな感じで。で、じゃあ、ジェムは課金してない。武器も持ってないから課金してないのは分かった。心はどうなっとんやんとか、そう、心はあれですよ。ミンドラ見てあれですよ。あいつ走り回ってんすよ。さっきの方に出てますよね。あえてメガモン行った時とかに、例えばホークを追ったらキラーマシンを追ったりね、キングスライムとか追ったり、自分のお目当てピエロとか追ったりしたのを集めとんですよ。それでなんとかこんな感じに来たのかな。でソロ討伐としてはやっぱこいつがいないとダメだね。僧侶のなんだあれ、どれだったの、癒しの風と、お前何にも名前覚えとらんやってことで、まあ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 、このやっぱあれだね、ピサロがなくてもいいけど、あの回復力高い3点セット、悪魔神官じゃなくても別にあれかな、ドラゴンスライムとあれでもいい、なんだベビル、あれベビルでもいい、別にピサロじゃなくてもいい。これはベビルもでもきついか、ベビルも集めるのきついか、まあ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 、ベビルでもいい。っていうか、悪魔神官はなかなかあれだもんな。S なんかでもな。私もこれどっかそこら辺でポロッと落ちただけで。ベビル、ドラゴンスライムでも十分。うん。これでもいける。その代わりこいつらがあるか。あ、ごめんね。エビプリつけとったらあかんね。あかんね。これ、そうだね。これはでも集めたのね。キラマとツムリンとね。ツムリンは集まりやすいから、キラマはちゃんと集めた。キングスライムはこれ別に変えてもいいですよ。私攻撃寄りにしたいもんね。本当はこれ守り優先で、多分どうだろう、コスト的エビプリを持ってないと考えた方がいいもんね。こんなんだから集めるんだから。キラーマンもないとしたらどうだろう、サイとか地獄の鎧とか、キラーパンサーと防御薄いもんね。アンドレアルとかあったらあれか、どっちかというと防御寄りにした方がいいですね。あの自己死があるで、っていうかこれ何、何遍もくどいけど、私普通に対戦して、対戦じゃないか、英語物語で言ってる、画面見てやっとるならいいんですけど、これオートでやっとるもんで、ね、要はオートでも勝てるようにしたいんですよ。だからああやってライアン入れて自己死を防いだりしとるんですよ。ほんでだから僧侶でもこんなね、ガチガチに固めて回復しようにして、その代わり3人アタッカーですよ。ちゃんとちゃんと出ても火力弱いけどね。これがもっと何、イベブキ、要はなんだあれ、ロトじゃないけど、天空とか、あとあの、なんだデスファングだったか、なんだあれ、お前何にも名前覚えてないな。デスピサロ装備。これ何でした、持ってないから興味ねえんだろうな。デスファングか。こういうのがあったらまた速さが違うんでしょうね。そうだな、ね。だってレイドで対戦しとるときあれだもんな。天空装備とか持っとる人やっぱあれだもんな。同じあれでも火力出すもんな。そんな感じで来まして、やっていますということで、スケット的にこんな風ですね。ピサラの火力があるけど。うん。で、だらだら長くなったんで、まあ、いつも脳書きだけで長いんで、そんでとりあえず終わりますということで。